後ほどお見せいたします。では今日使うのはこちらです。ドミノをモチーフにしたカードです。ただし、ドットや数字が描かれているのではなくて、このように ESP のシンボルが描かれています。例えば四角と波、四角と十字、十字と丸、丸と波、波と十字、このように、さまざまな組み合わせのシンボルが描かれています。ではお客様にお手伝いをお願いします。